はい。はい、こんにちは、佐藤です。こんにちは、おしげです。はい。えー、じゃあ今日も、おしげさんと一緒に音声取っていきたいと思います。よろしくお願いします。よろしくお願いします。じゃ今日はですね、えっと、僕らの仲間の一人である、えー、まあお会いしたことあると思いますし。新瀬に一緒に回られたと思うんですけど、はばまおさん。はばまお、ね、さんについてちょっとお話ししていきたいと思いますけど、<laughs> いいですかね。<laughs> はい、はい。僕との出会いはも結構もう4年以上前の話で、彼自身がもう、棒大で、 企業を務められててはあ、はあ、ほんでまあ学歴も日本一のところを卒業されてるじゃないですかすごいですよね, <laughs> ね<ー>はいサラブレッドじゃないですかサラリーマンと<ー>はいそれでえー、なんとその大手サラリーマンというかあもうなんて言うんですか、ね、はあ、おもう,もうエリートコースですよねそうですよねもう それをやめての繰り返し WBC と一緒にやってるという方ですよね。<laughs> 聞いい。方ですけど、どんな印象ありますこの間、会って。いやもうまずその学歴、経歴聞いた瞬間に、どんなすごい人来るんだろうっていうのは、<laughs> ちょっと不安だったんですよ。ですけど、ね、あの初日、10月の初日に。 佐藤さんと幅生真央さんで飲んでるところに僕が遅れて合流してはじめましてって言ったのものあのフランクな感じこの人たち大丈夫みたいなそれもうショックでしたねいろんな意味でショックでしたねいきなりですねそんなフランクに話してていいんだって思いましたねちょっと僕が身構えすぎてたっていうのもあるんですけど まあ話題もいろんな話になりましたもんねそうですね、うん、結構ざっくばらんでしたもんね、はい、でもほんと彼はやっぱもう,もう地頭がも,もちろんいいじゃないですかいいですねっていうかもうまあ IQ ももちろん高いですし、うん、勉強もできますしそれでいるのでだから、あのー、物販の進め方も超合理的超最短距離で無駄をしないみたいなもうあの人ほど合理的っていう言葉に似合う人僕の周りにいませんよ <laughs> すごくないですかだって <laughs> すごいすごいすごい <laughs> <ー>本当にすごいすごく冷静なトーンでいやさんそれダメですやめた方がい,いですごい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 うごいす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 ごいいすいすごこすごいすいすごいすごいすいすご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 いすいすごいすごいすごいすいすごいすごいすいいすすいすいすごいすごい ご指摘をいただき <laughs> はいはいはい、うん、ええー、そうですね面白かったですね面白かったですねうんそれでなんか市場っていくともう無数にあるんで、はい、あこれもいいんじゃないか、はい、あれもいいんじゃないか、まあ、僕は立場上他のメンバーさんにもやっぱあ,あのまあ,あこういう商品もありましたよって言わなきゃいけないってもありますけどだからそういうふうに広がるんですけど<ー>彼なんかはもう自分のことの自分の一つの商品以外は見ないみたいなスタンスですよね 面白かったですねでその商品パッと見つけた瞬間もうね <laughs> 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 あ動いたっていう,う、まあ。それまでずっと沈黙でしたけどそうですよねあありましたねみたいないあってそれ見つけて今 OEM して、えー、まあ着実に売ってる、ね、今売って売ってるんでしょう売れてますねだからそれで彼の OEMODM の商品自体も えっと、アメリカ、カナダとかかなで、まあマックス日照で4000ドルとかなんで、<ー>超えたりとかしたとか言ってたから、それがこう、結構長く売れてんすよ、それがまた。へぇ、だって50万弱か。うーん。1<ー>一日ですからね。だからすごくそういうものを、ほんと少数の商品を、在庫がなくなりそうになったらまた、 加えて、うん、最後えてっていうのを合理的で <laughs> すごいそれずっとやって、ねはい、それで、えー、融資枠をどんどん広げてるっていう、うんうん、素晴らしい戦い方ですよねすごいですねいや本当にああいう戦い方あるんだって勉強になりましたも、ねうんそういう方でやっぱまあジュアもいいですし合理的だし変にこう鼻息あるく何でもかんでも もの、商品数増やせばんとかなるっていうスタンスじゃないじゃないですか。そうですね。だからそういう観点で、やっぱこう、何かやってないと不安な方とか、何か動いてないと、何か形が見えないとっていう方の、んなんかこういう考え方もあるんだ。それで自分自身無駄なことしてたんだっていう一歩を足止まって、うすごくこう最短距離に行ける道をちょっと持って、実はのんびりできるんだよ、みたいな。<laughs> もう<そ>、確かに <laughs>。 そういうのをちょっと、あの、学んでほしいっていうか、知ってほしいと思う方ですよね。そうですね。うん、だって、おしげさんも。だから、一個一個増やしていけば、そんな大分、なんか、忙しくはなってこないですもんね。なってこないです。忙しくないです。うん。はい。一個増えたら、まあ、その、あれですよね、納期を確認して、ちゃんと在庫が切れないようにやるか。っていうところだけですもんね。はい、そこさえ注意していればね。うん。それもう一個作って、また、あ、もう一個作って、みたいな。はい だじじですもう最初僕も45商品ぐらい商品化したいなって思ってたんですけどそれはもう羽馬王さんとね話してて、うん、僕が衝撃を受けた言葉が、うん、僕はいかに早く稼ぐかっていうマインドで10月行ってたんですけど、うんうん、羽馬王さんと会って言われたのが、うん、羽馬王さんは。 いいかかに潰さないかなんですよねそこがあのに似たようでもやっぱり全然意味合いが違ってきててまずねそのいかに儲けようかっていうよりもいかに会社を存続させようかっていうところに、うんうん、重きを置いてるんで、うん、やっぱりそれって経営者として絶対必要な技術ですし変に動いて、うん、あのなくしちゃうんですよ。うん、だからあのじっくり構えて、うん 悩んだらま,あまず考える動か、うん、動かない、はい、とにかく動くっていう人もいるんですけどあのどっちかっていうとこう融資で引っ張ったりとかそれをまた変な投資であるとか、うん、なんかまたリサーチも曖昧のままに商品化とかすると、うん、やっぱちょっと違いますもんね,ねいかにこう確実にやるものに対して確実に取っていく、うん、そのためにも時間をかけるっていう スタンスなんで、が僕はいいと思いますけどね。そうですね。物事にはね、100%でないと思うんで、これ買ってね商品化したら100%利益取れます、売れますなんてことはまあまずないと思うんですけど、それでもやっぱりハーバーマーオさんのやり方だったら、80%、90%までは、消化できるリサーチ方法と、あとそういうマインド、ただ行動してますよね。そうですそうです。本当におっしゃる通りですね。 だからまあそれだけ一個ずつ増やして、返済して、信用創造して、また融資を広げてみたいな感じでいいと思いますよね、本当にいい形なんじゃないかなと。そういう方がもう、ですね今回は、うちのメンバーのサポートと講師という形で入ってくれますからね。そううでですねセラーということいこ さんの話でした似合いますね。IQ セラーっていう <laughs> <laughs> ニックネーム似合いますね。とい,、はい、いうのいいんじゃないかなと思いますけども。はい、じゃあ、えー、そんな感じで、はい、今日は、幅ばまという男についてでした、はい、ありがとうございました。<laughs> ありがとうございました。